はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造チャンネルへようこそ。さあ本日なんですが、本日の主役はですね、まあこれ先日も使いました鬼神の連撃というカードなんですが、私ですね、どうしてもこの鬼神の連撃でやりたいコンボがありまして、これどういう効果かっていうと、このカードね、自分のフィールド上のエクシーズモンスター1体を選択して、そのエクシーズ作用を全部取り除くと、このターン選択したモンスターが一度のバトルフィールド中に2回攻撃をできるようになると。で、対話拒否できるカードが実はリンクスに存在していまして、これ一度のバトルフィールド中に2回攻撃できると。デュエルリンクスって4000しかライフないんで、なんか死んねえけど、だからダイレクトアタックを2回連続したら勝てるんですよ。で、2000でダイレクト、2000以上か、2000以上でダイレクトできるモンスターっていくつかいるんですけど、一番簡単なのってこれなんですよね。ナイトメアシャーク。今日はね、マジでゴミ、ガチゴミデッキ。ナイトメアシャークを2回連続攻撃できるようにして2連打して勝つっていうだけです。マジでこれだけ。これがしたいだけ。他にも一応ね、サメの領域みたいな、なんかお茶濁しスキルみたいなので、なんかそのディーバーとか入ってますけど、実際やりたいことはカッターシャーク召喚して、カッターシャークでランタン出してきて、ランタンか、サイレントアングラーとかでもいいんだけど、出してきて、で、こいつから、ナイトメアシャーク出してぶん殴っていく。ここサイレントアングラーでもいいんですけど、普通だったら。これランク3を出したいんですよ。ナイトメアシャークを出したいんですよ。だから、カッターシャーク と、ランタンシャークってこれレベル3から5として扱うこともできるんで、この2体って。だからこいつから入るとこれが出せるんで、だからランタンシャークにしてるっていう感じですね。で、あとは鬼神の連撃って2連打できるんですけど、別に鬼神の連撃だけじゃなくて、例えばこいつって打点を倍にしたら勝てるんで、コンセントでもいいんですよ。なんでコンセントレイとか鬼神の連撃を握っていて、カッターシャークからナイトメア出したら勝てるっていう2枚コンボで相手のライフを削り切るっていう、マジでやべえガチゴミデッキですね。はい、早速ですね、このナイトメア最強、ナイトメア鬼神の連撃、ナイトメア最強ということでお見せしていきたい、そんな風に考えております。ゴミデュエルスタンバイ。さあ、お相手の方は進化した最強ドラゴン、いいだろう。相手にブルーアイズか、行くぜ。なるほど、伏せカードかな。伏せカードの場合はちょっときついんですよね。伏せカード対策ができないとちょっときついんですけども、とりあえず隙の書2枚あるんでなんとかなるでしょう。多分死にはしません。でスピリットドラゴンとかどうでもいいです、正直。こっち相手の盤面に干渉してるカードをサイクロンぐらいしかないし、モンスターに、魔法トラップに。でスピリットドラゴンはもうどうでもいいんですよ。前のモンスターにはマジでどうでもいい。無視してぶん殴るから、顔面を、顔面に一直線するって聞かんで、これ。はい、調和の方殺はいい。調和の方殺はいい。モンスター効果発動。さあ、青きもの剣士、白きれいでもいいです。白きれいでも別にいい、それもどうでもいい。はい、あ、青眼、なるほど、ブルーアイズ、はい、なるほど、ブルーアイズ、バッティング、弱っ、癖なし、弱くないっすか。滅びのバーストストリーム、使う必要性もないけどな、もう使う必要性すらない。多分白木で引いてるんでしょうね。明らかに白木レイリュー引いてるで、エンドフェイズタイプの、白石効果によってまた性が出てくるのかな。だから、それはいいや。はい、いいでしょう、いいでしょう。性が出てきた、いいでしょう。勝ちました、ドロー。これは最強カード来た。ブリンセスの効果発動、ブリンセスのゲームから除外し、カッターシャークを特殊召喚、カッターシャーク、そしてカッターシャークの効果を発動、カッターシャーク自身を対象に取り、レベル4の魚のモンスター一体を特殊召喚できる。こいつらは全員レベル3から5のモンスターとして扱うこともできる。エクシー召喚する場合な、レベル3のモンスターが2体来るぞ。ユーマー、ケイテラがユーマー、ナンバーズ47、ナイトメアシャーク、そしてナイトメアシャークの効果発動、オーバーレイユニットを1つ使い、このモンスターはこのターンダイレクトアタックをすることが可能。やばい、 Wi-Fi が死んでる。頑張れ UQ ワイマックスレンタル。そしてやばい、マジでやばい、ちょっとマジでお願い耐えて、こんなところで
回線が落ちたら誰が海馬社長をぶん殴るの。頑張って危ない。そして鬼神の連撃発動。このターンこのモンスターは2回攻撃することができる。バトルダイレクトアタック。これコンセント使えば、コンセント使えばええやんけって。じゃあ使ってやるよ。ダメージステップコンセントライト。実質4002連打。つまり OCG の8000ライフを削り取ることも可能。さあお相手の方、見せてやるぞ。キューピーマヨネーさん、よろしくお願いします。キューピーさん、バイ。手札ガチで弱いんですけど、どうしたらいいですか。これ手札ガチ込みなんですよ。どうしたらいいですか。これやっぱりね、そのモンスターありきのカードは弱いですよね。この鬼神の連撃とか、まあ、コンセントレートとかね、こういうカードはね、やっぱりね、モンスターが引きたいというのなんかやばすぎるから。はいはい、ギャラクシーサイクロン、いいでしょう。ギャラクシーサイクロンで月の章抜くのをやめてください。月の章抜かれたら3出します。お、いける。オッケーオッケー、月の章生きた。月の章は生きたら、まだ耐えれるんで大丈夫ですね。さあ、フォトンだろ、いいだろ。はい、ネクロバレー、あんま関係ないわ、それ。ネクロバレーは関係ないからいい。さあ、どうする。さあ、手札3枚。手札は3枚。で1枚月の書ある。さあなかなか反応的には相手を迷ってる感じですね。どうするんでしょうか。フォトンスラッシャーを得すればいいでしょう。よろしい。さあよろしい。サポートしろ。フォトンオービタルは、なるほど。これ裏返しちゃえばいいんじゃない。これでいいんじゃないですかね。残念。これで耐久。よし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 よバトル、はい。フォトンスラッシャーで攻撃。フォトンスラッシャーで誰ともいいです。それはもう受けれる受けれる。全然受けれる。頼む頼む、マジで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 マジ。勝った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 。ブレインセスが勝った。ブレインセスが勝った。ゴミかよ。ゴミかよこれ。ふざけんな、どうなってんだこれ。いやーエンドかこれ。エンドするしかないか。フォトンスラッシャーはまあダイレクトできないしな。モンスターできたらな。まさか手詰まりではあるまいな。ターンエンド。俺の本気はここから。やばいやばいやばい、クソ事故ってる。カッターシャック来た。カッターシャック来た。カッターシャーク、よくもやってくれたな。残儀の用意はできてるか。カッターシャークの効果発動。カッターシャークの効果によってランタンシャークをデッキから特殊召喚するぜ。そしてレベル4のモンスターが2体。レベル4じゃねえ、このモンスターはレベル3としても扱うことができる。レベル3のモンスターが2体来るぞ。カイト、さあ残儀の用意はできてるか。デュエルモード、フォトチェンジ、ナイトメアシャークエクシス召喚。ナイトメアシャークのモンスター効果、おっ違う、ナイトメアシャークのモンスター効果、レベル3のモンスターをオーバーレイネットワーク構築できる。そしてナイトメアシャークの効果、オーバーレイネットワークを一つ使い、このモンスターがこのターン大エースアタックをすることができる。そして水属性モンスターの効果によって墓地に送られた狙撃兵の効果でセットカードを破壊。はぁ、そして鬼神の連撃の効果発動。このモンスターはこのターン2回の攻撃が可能。バトル、バトルだ、食らえ。ダメージステップ、コンセットライト。これ鬼神の連撃の意味マジでないね。両方来ちゃうとね、ちょオーバーキル。俺を甘く。さあお相手の方、ファンサービスさんじゃないですか。よろしくお願いします。忘れたのか、お前の一番のファンの顔。おっ、どうした忘れちまったのかよ。リョウが、お前の一番のファンの顔。デュエル、俺のターン。このセリフ、このセリフやり合いめっちゃおもろいやん。お互いに、お互いに、お互いがファンだと思ってるからよ。お前の一番のファンの顔忘れちゃったのか。ビート始めました。ありがとうございます。ありがとうございます。お前のファンの顔忘れちまったのか。ビート、
ちょっと先行なんでこれ使ったじゃなくてスパイダーチャージしましょう。クソラブなこれ。目覚めよ。ナンバー37。希望スキル。シャークさんとフォーさんのデュエルはやっぱりいいですね。声優の噛み合いがね。セットしましょう一応ね。カードをセット。これでエンド。俺はこれでターン。初手で笑わすのやめろよマジで。手札から。はい。速攻ポセイクサイクロン強い。いいだろう。まあサイクロンは別にいいや。笑っても。あんまり大したことないから。これが俺のサクリファイストレット。やべえ。いやジャイアントキラーか。ジャイアントキラーもあるな。あのあれもあるね。ビスキュートギミックパペットデストロイの効果。いやスパイダーシャークさんね。バトルフェイス中は強いんですけど、除去能力がある的にはもう本当に何もできないんですよね。一応まあ二属性モンスターをあの墓地から蘇生するっていうのも持ってますけど。ギミックパペット。はい。ギアチェンジャー。さあギアチェンジャー。ギアチェンジャーのモンスター効果発動。ほい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 。あレベル4か。ギアアップだ。なるほど。ギアチェンジャー。ギアアップだ。さあギアアップしなきゃ。モンスターをエクシーズ召喚。レッドリシンか。いや、ギガンテストールか。ギガンテストール。うん、これターン白地までしかかけれないじゃん。それ。大丈夫か？攻撃表示。え？あ、そう、ターン白地までしかかけれないじゃん。これ、でも耐えたんじゃね？魔法カード発動。俺のファンサービス。え？これで本当のおさらばだ。うっそー。